オラの話しんどすぎる。ねえねえお姉さん、オラと一緒に遊ばない？アピールポイントはやっぱりお目目が綺麗なのでお目目を見てほしいです。で、もう一つの目玉となるのが、スポヘスであったりファッションで鍛え上げた足を見ていただけたら嬉しいと思います。では、ワッショイありがとうございます。そうなんだ、ありがとうございます。それではエントリーナンバー2番下をお願いします。以上は手口だろうけど、全てはこの人生が好き、力を呼んだのでも。アピールポイントが違う。アピールポイントはカツラ頑張りました。セット、はい、モノマネします。はい、しんちゃんのマネします。恥ずかしい。おらの話しんどすぎる。ねえねえお姉さん、オラと一緒に遊ばない？アピールポイントは、もともと顔が女っぽいのであんまりどこにもこだわってないところがアピールポイントです。じゃあ、一発ギャグだけなどあれなんで三発ギャグします。じゃあ一発目いきます。だるまさんが転ぶ、ガオガオ。2発目いきます。じゃあ今日皆さん頑張ってるんで健闘を祈って、プレーリートーク。どうも。いきます。こんな空気にしてしまってごめんなさい。どうして。ありがとうございました。ありがとうございました。